トーマスのキャラクター紹介。今回はマッコールさんです。マッコールさんは第6シーズンから登場するソドー島の酪農家。大きな農場を経営していて、牛や羊、鶏を飼育しています。KT という牧羊犬が相棒にいますが、たまに動物が脱走して騒動になることも。この農場はトーマスの視線に位置していて、畑もあり、ストロベリーや卵、牛乳などを生産しています。性格は温厚で優しく、機関車を全面的に信頼しています。いつもトレードマークである緑色のコートを愛用しているようです。カット狂と仲が良く、彼の視線を使って酪農製品を運んだりしていて、島のイベントにも積極的に参加しています。一度、カット狂の小屋が火事になった時は、懸命に消火活動をしてくれました。同業者のトロッターさんとも仲がいいです。農場関係のエピソードでよく登場するマッコールさん。これからも活躍してほしいですね。